こんにちは、パーカークマだよ。今日は日光にやってきたよ。早速食べ歩きに行ってみよう。テコ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 。まずは駅の前にある日光栄屋で揚げ馬まんじゅうを買ったよ。サクサクに揚がった衣の上の粗塩がアクセントになっていて、あんこの甘さを引き立ててるんだ。とっても美味しいよ。揚げ馬まんじゅうを食べながら歩いていると、次のお目当てのお店、日光プリンティーが見えてくるよ。ここではハーフプリンソフトが食べられるんだ。濃厚な卵の味がするプリンの上に、これまた濃厚なミルク味のソフトクリームが乗っているんだ。絶対に食べてほしい一品だよ。今回は日光で食べ歩きをしたよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。